今度ケンちゃんでちょっとつけてみました。ギリギリの大きさですね。 M でピッといけると思いますね。ケンちゃんでいけるからピットは M です。 L 買っちゃダメですね。40キロちょいぐらいまでのピットなら多分 M で買いますね。ケンちゃんやったらちょっとちっちゃいかな。ギリ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 な。でケンちゃんで使う場合はこのリードダメですね。あのナスカン多分潰れてまいますね。うん、ガーンっていったらナスカンブチって切れますねこれ多分。まあケンちゃん何もならないんで、何もならない子ばっかり使ってますがね。これいいですよ。結構いいですよこれな。ケンちゃん、車あ向こう行った。僕はどっちか言うとスリップリード派かな。ちょっとストローク、コレクションのストロークが入りすぎみたいな気がしますね。スリップリードの方がいいですね。僕は使い慣れてるからと思うんやけど。まあずり落ちてくることがないんで、気持ち的にいいですね。楽ですね。楽いうかこれ少々前行ってこうやったとしてもずらないですもんね。これいいですね。スリップリードやったらずるんでね。でもそんだけガサガサする犬やったら何道具使っても無理ですね。ずるとかずらんとかそういうのを気にするぐらいの犬ならまずそこからですね。道具じゃ無理ですね。ね、どっちにしろ結論っていうのは、犬って道具じゃないんですよ。飼い主なんですね。それが結論です。なんぼいい道具、人が使ってていいよっていう道具を使っても自分自身ダメならダメなんですよ。もう自分が全部犬ってね、自分が全部出てくるんですよね。自分の生活での接し方ですね、それと自分の気持ち、心の中、それが全部犬に反映してきます。ですから犬が思うようにね、散歩できないとか室内でも思うようにね、コントロールできないっていうのは実は飼い主さんの心の中なんですよね。噛むもそうですよ。噛む犬、これも心の中なんですよ。最終そうなんです。道具じゃないです。トレーナー訓練士でもないです。すべて飼い主さんですね。